は秋葉原ヤング電機館にご来店くださいまして誠にありがとうございます。ただいまから館内放送を通じまして秋ヤンニュースフラッシュをお送りいたします。皆様の電脳生活のお役に立つ情報を集めましたので、お買い物の手を休めてぜひともお楽しみください。秋ヤンニュースフラッシュ。パワー PC パワーブックがついに登場。待ちに待っていたマッキントッシュのパワー PC パワーブックの発売が発表されました。ただしこれはアメリカでのお話、漢字トークの載った日本語版の登場はまだしばらくかかりそうです。 Windows95 の配属版すでに登場。先月の24日に発売されたばかりの Windows95 ですが、アジアやヨーロッパですでに海賊版が出回っていることが明らかになりました。香港では本物の発売前に売られていたという情報もあるほどです。クイックテイクもアップグレード。デジタルカメラとして人気のクイックテイクですが、旧モデルの100を新型の150にアップグレードする用意があるとアップルが発表しました。その価格も非常に安いと話題となっています。秋葉原ヤング電機館。出入り業者検討商会の代表兼ユーチャン CD ロムのブローカー加藤健三です。はい、毎度おなじみのここは秋葉原のお店、秋葉原ヤング電機さん。今夜もその店内からお届けします。今日は皆さんお待ちかねのあれがあります。あれって健三さんエッチね人によってはちょっとエッチなことに使うかもしれないプレイステーションの当選者発表です。じゃないよ。それだけじゃない、なんとついに発売されたあの犬ちゃん CD ロムの発売記念サイン会の報告もあるんです。あ、そうだ、それケンソンさんあれだよね、あのアルバイト、うん、アルバイトアイドルみたいにやってきたんだよね、サイン会ね。そうそう、まあアルバイトみたいなもんかなんですけども、うん、あのお客さんはいっぱい来たの？これは秘密です。あんた伝助か。その他今日も空き家はとっても内容が濃いの。はい、今日も店内には情報と愛情がいっぱい、思う存分楽しんで帰ってくださいね、うん。秋葉原つくも電機、幼稚アニメーション学院がお送りします。山田、次の店。いらっしゃいませ。で参ります。ご利用回数をお知らせください。次は6回催し物開場でございます。本日の催し物はプレイステーションの当選発表会です。館長、いよいよ先週のスペシャルプレゼントの当選者を発表する時間ですよ。商品はソニーのゲームマシンプレイステーションを3名の方に。ハガキに合言葉を書いて送ってもらったんですけど、一番多かったのは応募ハガキよりも苦情のハガキといった感じです。この中からいくつかちょっと紹介してみましょうか。うん、こちらはですね、うん、千葉県松戸のね、うん、柳瀬一樹という変な名前の、変なって言い方ないですけども、珍しいお名前の方ですけども、はい、とにかくこれはリスナー泣かせですよ。僕は毎週テープに撮って何度も聞き直してるんですけど、ちっとも意味がわかりません。なんすかこれ、復活の呪文っすかって感じなんですね、うん。大阪の永田正弘くんですね、うん。今回の合言葉は僕には全然意味がわかりません。何ですかこれ、こういったハガキがいっぱい来ております。苦情を紹介させてもらった方にはアキアン T シャツをあげちゃいますけども、うん、では苦情が殺到した問題の合言葉をちょっと聞いてみましょう。デンスケ頼んだよ。ゆげむじゅげむ、おほうのすりきれ、かいだり水魚の水魚ます、風魚ます、風来ます、風寝るところにするところ、やぶらこうじ、むらこうじ、
パイポパイポ、パイポの駐輪弾、駐輪弾のルーリン台、ルーリン台のポンポコピーのポンポコナの超級例の超付け。はい、これはまあ、早口講座はみたいなもんなんですけども、落語家さんが一番最初に落語家になるときに入門したとき、まず覚える、一番初歩的な落語の中にあるもので、うん、言ってるのが分かんないのは、デスケが悪いってことです。そう、悪いのよ、ね、正確に書いてくださった、お答えをくださった中の中で、うん、3名様、当選者を発表させていただきます。はい。はい、まずはですね、神奈川県川崎市にお住まいの佐藤博明君15歳、おめでとうございます。そして東京都江東区にお住まいの山本裕二君、おめでとうございます。そして千葉県船橋市にお住まいの伊藤俊恵さんですね、18歳、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、女の子にも当たってよかったですね、うん、のみんなには T シャツを、いや、この3人にプレイステーションですよ。よかったですね。そんなところでボケなくても感情。はい。はい。それでは、ケイトさん、うん、次のフロアにね、今度エレベーターができましたんで、エレベーターで移動しましょう。楽ちんだ。はい。次回参ります。ご利用回数をお知らせください。次は、3階、CD ロム売り場でございます。この売り場に来たからにはあれでしょう。あれです。そう、ついに8月25日に発売になった犬ちゃん CD ロムの発売記念サイン会の報告です。この CD ロムはバンダイビジュアルから5800円で発売中の頑張れ犬ちゃんロックンロール編です、うん。もうこの番組でもみんなおなじみの可愛い漫画のキャラクター犬ちゃんがロックバンドを作って成功していくストーリーということで、うん、声の出演ではあの有名な千葉玲子さんや、うん、犬山由美子さん、佐伯健三さんなど有名な方が多数。そしてこれは一応 Mac でも Windows でも動くハイブリッド版ということになっております。はい。まあ Mac はね、68030以上、Windows は Windows 3.1 以降対応ということでよろしくお願いします。はい。ということで、秋葉原でやってきましたよ。どうだった？福岡本店ね、うん、もうとんでもなく盛り上がっちゃいました。あ、本当？ちょっとその時の様子を録音してきましたので、ちょっと聞いてください。はい、私加藤健三、今、生まれて初めての自分のサイン会というものが催される会場、つくも電機、4階の CD ロム売り場におりますけども、あと20分ぐらいで一応始める時間の予定ではあるんですが、本当に人が来るのかどうかすごく心配ですけれども、それでもとりあえずやるだけやって悔いの残さないように頑張りたいと思います。ぜひいらしてください。加藤健三さんがお願いします。あ、初めてのお客さんが来ました。ついにやりました。先にレジで買っていただいてから、はい、こっちへ持ってきていただきます。はい、よろしくお願いします。あ、ついに最初の一人目のお客さんが来ましたが、普通こういうサイン会だと多分時間前に何人も並んでたりするもののはずなんですが、いまだにこの売り場に閑散として人が集まってきません。でも僕は頑張ります。よろしくお願いします。ただいま作者本人が直接皆様に手渡しております。よろしくお願いします。さあ、関係者がわんさか集まってきましたけども、お客さんは一向に集まってきません。やっぱり、午後の夕方早い時間というのはちょっと言えなかったのでしょうか。やっぱり夜にするべきだったかな。でも頑張りますよ。一人だけこの犬ちゃんに熱心な興味を示してくれるお客さんも、この CD ロームを見れる環境ではない人でした。ガーン。ね、しょうがないですね、今日は結局1枚しか売れませんでした。このサイン会でやっぱり日にちと時間が悪かったんでしょうか、わかりません。私にはでもまたの機会を頑張るということで、皆さんさようなら。じゃんじゃん。はい、嘘でしょ、ね、すごい盛り上がり。まあでもね、この後ね、またちょっとまた新たな展開があって、一人ほどね、本当はその CD ロムを見れるパソコンじゃないかもしれないパソコンを持ってるね、少年がね、あんまり売れなさそうなんで、かわいそうだと言って。いや、同情してくれちゃったって。同情してくれちゃった。
皆さんもイルちゃん CD ロムをまだまだ発売中ですので、はい、頑張れ犬ちゃんロケンロール編バンダイビジュアルより5800円で発売中です。みんな買ってね、よろしく。ここでお知らせがあります。マッキントッシュと Windows での人気ゲームソフトタワーの秋葉原ヤング電機館バージョンを無料配布するぞ。いやすごい、あのタワーの秋葉原バージョンが完成したんですね。そう、それもね、無料配布だよ。ソフトの内容、ケンソーさんから紹介してください。はい、この CD-ROM はマッキントッシュ、Windows に対応したハイブリッド版です。オプショナル CD-ROM ですので、製品版のタワー 1.2J が必要となりますけども、これでね、あのタワーを作っていきまして、三つ星以上のグレードになるわけですね、タワーが成長して大きくなる、そうすると設置できるアイテムの店舗が秋葉原ヤング電機館に変更されて、秋葉原ヤング電機館直営の電気店が設置できるようになります。あー、なるほど。そこを虫眼鏡ツールで店内を覗くと、秋葉原店長の千葉レイクや私、出入り業者の加藤健壮が実写ムービーで出てきます。すごいな。ねえ、館長、いつどこでこのソフトを無料配布しましょうか。はい、じゃあ、皆さんメモってください。はいはい。9月24日日曜日、秋葉原つくも電気特設会場で午後1時から行います。住所は、千代田区、外神田 3-12-15、秩父ビル2階です。もう一度行きますよ。9月24日日曜日、秋葉原つくも電気特設会場で午後1時から行います。住所は千代田区外神田、3-12-15、秩父ビル2階です。いいですね、秩父ビルね、はい。そして当日はこの CD ロムの無料配布の他にも、そのいつもの館長のブルセラショップまがいなフリーマーケット、そして私もね、犬ちゃん CD ロムサイン会の復習戦を行います予定ですしね、その日はやっぱりなんか買ってくれた人にはなんかおまけとかつけるように考えましょうね。僕らもいろいろね。そうですね。そしてその日はやっぱりそのタワーもね、一緒に販売して、そのタワーの開発者である斉藤豊さんなんかもね、お招きしまして、トークショーなんかもやっちゃって、この番組の公開録音も行おうというアイデアです。そうですね。私たちに質問とかある人はね、持ってきてくれればね、答えますよね。なんか文句言いたいやつとかね。そう。喧嘩売ってきてもいいよね。買ってやるよ。また、あるいはね、ビンタをして気合を入れてくださいとか、そういうこともバンバン叩いちゃいますね、僕はね。そうですね。じゃあ、皆さん、9月24日は私とケンソーさんと一緒に秋葉原に集まれ。上へ参ります。ご利用回数をお知らせください。次は5階夏水戸電池家のパソコン教室でございます。秋葉原ヤング電機館にお越しのお客様、こんばんは。私が秋葉原アルバイト夏水です。まだ16歳。パソコンのことはいつも電池家に教えてもらってます。今日はマウスの速さを変えてみましょう。はい、マウスの速さを変えるのにチャレンジしたいと思います。まずハードディスクの iPhone をダブルクリックしてください。次にシステムフォルダを開いてください。システムフォルダって何ですか？システムフォルダはマックの絵が描いてあるフォルダです。あ、やりました。コントロールパネルを開いてください。マウスと書いてあるアイコンを開いてください。はい、開きました。マウスのスピードを一番速くしてみましょう。はいはい。どうですか？マウスはちゃんと速く動くようになりましたか？はい、速く動きます。今日はここまでにしましょう。どうもありがとうございました。さて、私は今インターネットの秋葉ホームページに毎日手書きで日記を書いています。その名も秋葉アルバイト夏美16歳日記、ぜひ見てくださいね。お客様、動かないで。私にお任せください。お客様の右足斜め前、34センチメートルのところにございます。嘘、この店員さんってそんなこともパソコンでできちゃうの？いや、非常に目がいいもんで。
安いのに親切。冒険のアイスランドヒアホーユーツアー大月健二コンサートは10月8日日曜日日清パワーステーション。チケットのお問い合わせは東京 03-5839-9999 03-5839-9999 ホットスタッフプロモーションまで。アカデミー賞最有力作品、その4日間の恋は生まれてきた意味を教えてくれた。クリント・イーストウッド、メリル・ストリープ、マディソン郡の橋、9月15日ロードショー、スクリーンにあの橋がかかる。本日は秋葉原ヤング電機館にお越しくださいまして誠にありがとうございました。そろそろ閉店の時間です。またのご来店を心よりお待ちしています。というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に空き家を巡るイベントってのはもう盛りだくさん。盛りだくさん。目白押しですけども、またそれと別に、はい、館長もなんかサイン会をやるとかやらないとか。そうなんです。はい、私の方はですね、BNN から発売された、素晴らしいことを作るインターネットホームページっていう本があるんですけど、うんうん、それの買ってくれた方に対して、9月17日日曜日のお昼2時から、4時半まで、秋葉原の T ゾーン南7階特設会場で、サイン会と握手会みたいなのをまずやるんで、9月17日に T ゾーン南の7階ですね。はい、そうか。でも館長のファンはきっともうみんなその本買っちゃってるからな。買っちゃってるね。もうその日買おうっていう人もいなかったら5人ぐらいしかいないと思うよ。どうしよう。どうしますか。またスタッフしてこないけどみんな行ってあげてね。だって、そうですね、頑張って館長。はい、頑張ります。それではおしまいに全ての宛先をケンソーさんから。はい、郵便番号 100-87 日本放送秋葉原ヤング電機館、それぞれの係まで。それでは最後に秋葉原ヤング電機館のテーマをみんなで歌いながらお別れです。ではまた来週秋葉原の店でお会いしましょう。秋葉館長の千葉玲子でした。出入り業者の加藤健三でした。プッシュしてほらってみんなの日々を呼んでる。この番組は秋葉原つくも電機、両手アニメーション学院がお送りしました。君だけが世界を動かす。